どっかに取材必要ないかな。あからさんにこれとか見ても、歴史を感じます。あ、ここにあるわ。不動産表がある。大正8年だ。すげえ。あ、こんな感じでね、開校記念ノートなんか置いてある。いろんな人が来てますね。まあ、駅の中でもかなり珍しい駅ですからね、こんなところにも残ってるもんね、こんな赤レンガで。赤レンガだよ、これ、町赤レンガか。昔は耐火性が高いんで、使ってましたもんね。あそこなんかにあったよね、三大駅。うん。あれは、厚見線じゃなくて、竹豊線ね。うん。で、こっちが、駅ですね。こんな感じ、向こうのところも、使ってないところ、ホームですけど、歩道とかも別に、そんな、ベリベリになってるんじゃなくて、ちゃんと舗装化されてるんで、なんか素敵ですね。2駅で使うのかな？いや、2駅で使うにしては、線路がもう、あれですもんね。全く、一緒ですもんね。こっちの方は、ちゃんと走ってきてる。うん、赤車が来た。なんだ。ポストの回収か。通称取り集めですね、多分。へぇ。あ、そっか、そこにポストがあるんだ。へぇ。どうかですね。あ、駅舎でずっと待っとってもいいですか。あちらに、この先にね、一駅だけね、中間駅の。アーラオっていう駅ですよね。もう、引きこで。そうですね。ここは大垣になってますね。ほんとだ。東浅草とかとあれで分かれるんだ。一体。まあ、東赤坂が、ちょっと赤坂からはちょっと離れたところってことなのかな。あ、ちなみに、ここ、こんな感じの、超、マイナーロスな感じになってます。あ、でもそれ DD が止まってるけど、ここって電化されてるんですよね。そういや、そうだって東海路線で普通に電車が入ってくるところなんで、ガ線張ってあるんで電気機関車で運んでるはずなんだけどな。なんで DD がいるんだろう、そこに。不思議だ。予備車、まあそれか着回しするときとかは電気が来てないところに入ることもあるんで、まあ駅構内とかで使ったりとかするのに一応置いてあるのかな。こんなところにも転鉄機ありますよ。これどこの転鉄機なんだろう。あ、そこか。中渡しかあるんだ。中の渡しかあるんだ。へえ。転鉄機ね。まあ、でも、四日市だと、この転鉄機、現役で動いてるところがありますからね。あそこ行くと見れますね。千歳のところで、末広教場のね、ガーって上がる橋が有名なんで、みんなあそこ写真撮りに行くんですけど、実は、あの先で、その、ガーっとね、上げ下げをしてね、貨物をわーって渡したりして、わーってやってる時に、その先のところではガチャンガチャンガチャンと、手動でこれいじくって、いや、貨物入れ替えてね、港の方まで運ぶとかってやってますからね。実はその末広教場のところとかをがっつり見た人は、そっちの方に行くと、これまたまあ今時転鉄機で人力作業でね、転鉄機ガッチャンガッチャン動かして、構内入れ替えするところってそんなないはずですからね。でもここワンチャンやりそうなんだよな、奥。貨物のね、ところは、転鉄手動のところ、まだまだありますからね。うん。長さとかによって、人の日によってね、ちょっと置き場所とかが変わる兼ね合いとかもあるんでしょうけど。
チカチカチって決まってませんもんね。で、その先にスーッと行くと、あるよーってことですね。もう言うとるうちに、電車来るんじゃないかな。まだ早いかな。で、あとあれですね、多分電車は2両編成とかで、すげえ、満杯に来ると思うんで。あんま奥まで行ってるしゃあない。1.1 キロ。ここにあるですね。あそこがあれになってるから。あ、そっか、こっち側から来ることはないから。そこだけなんだな。まあ、下にちゃんと帰ってくれてあるじゃん。ワンマン大垣方面ね。まあ、大垣にしか行きませんからね。ここで待ってやりますね。また、綺麗な鳥いる。なんだこの鳥。めっちゃ綺麗な色、それね。カワセミの色じゃないよね。なんだろう。What's your name? わからんね。のどかんですけど。あ、ローカルオブザローカル線ですからね。まあ、東海道本線ですけど、形式上は。あ、東海道本線であると、東海道線、赤坂支線かな。全然強みでかね。かわいいね。もうちょっとズームしてみよう。すごいね。あ、飛んだ。もう取り入れるみたいですけどね。まだ10分ぐらいある？もっとあるか。他の鳥もいるわ。あと20分なんで、あ、20分もない、15分ぐらいだから、もう一時に折り返して電車来ると思うけどな。今そのさっきの鳥がどこ消えた。あ、意外と擬態化するね。で、そこにはそこで黒い鳥が、こっちの筆のやつどこ行ったっけ。あ、隣におるわ、まあこっち陽キャでしょうね。こっち絶対、あれどこ消えた。こっち絶対陰キャでしょ。こっちが陰キャで、間違いなくこっちがパリピって感じですよね。前にドーンと来ますもんね。センターに来ますもんね。めっちゃ映しやすいところに来ますもん。対して、あ、黒いのもちょっとこっち側に来たけど。来たけど、ちょうどあれですね。錆びた鉄の色と一緒なんだ。立ち上がるな。まじまじと立ち上がってる、ね、肖像権で訴えるぞこらって言われてそうな感じのあれですけど、ね、こっちの方はね、堂々としてる感じがありますよね。虎で泣いてる感がありますよね。やっぱ買っとるんやなと。買っとるでと。パリピですね、多分。前も来ましたもんね。よいしょ。そいつもね、結構ズーム限界まで上げてますからね。
まあ、行った時に列車来ちゃいますけどね。何の鳥なんでしょうね。おお。ずっと撮っとるな、こいつ。横が見えちゃうインスタのストーリーにも使えんぞ、お前と。パリピに。まあ、間違いなくパリバードですかね。なんでこいつだけこんなにまた、ド派手な。凄まじくド派手な色ですよね。あ、風も心地よい。バードウォッチング日和ですよ。隠れた。と思ったら出てきた。そんなに大きくない鳥ですからね。原寸大ってやるとこれくらいの鳥ですからね。実は今かなり、ズームでやったけど、こういうのができるのはいいですよね。やっぱハンディカムはね。うん。やっぱ、アクティブカメラとかあっちのやつだと、こういったズームとかはね、こんな感じで、シャッと、バンして、パンするとかできないですからね。いやとはいえ、手ぶれの限界が、あ、手がプルプルしてきた。掘ってたら終わりますね。ああ、茂みの方に行っちゃったな。そろそろ電車も来るからあれやろうと。まあ、この辺りの鳥だったら、電車の時間知ってそうですもんね。おっと。撮ってる人いた。一人でもう出発、結構出発時間が近づいてきてるんで、他のお客さんもいらっしゃったんですね。うん。しゃげてたのかな。今のどうでもいい、どうでもいい茶番の独り言。やばいな。あ、ちなみに、奥なんだ、石か。この辺り石の産出地でもありますもんね。鉄かなと思ったけど。石かな、これは。いや、鉄かな。石っぽいな。石屋さんか。そうですね。鉄にしては形が均一化してないんで、多分石の切り出し台ですね。まあ、大垣から元津、この辺りは石もよく取れるところですからね。ちょうどいい予定だな。うん、駅、わかりの方、誰か駅員さんいらっしゃったんだな。こことはずーっとあの人のこと聞かれとったか。それはそれちょっと恥ずかしいな。うん、とっとと電車来てくれ。とっとと乗いて、ちょっと恥ずかしい。誰もいねえと思って、散々茶番やってましたからね。おっと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 。言っとったら、やってきたのが、乗る列車かな。よーし。列車が参ります。危険ですから黄色い点字ブロックの内側まで下がってください。そういえばあれだ、ここ。まもなく列車が参ります。トイカが使えないから。ご注意ください。現金を引かないといけないですね。190円。あ、やばい。さっき俺お賽銭で使った気がするな。あーるかな。あーるかな。みんな赤坂駅。お、2両編成なんですね。他に乗ればいい。ん？こっから乗車オーケーってなってるけど、めちゃくちゃ、あれ？おかしいな。締め切りになってる。折り返してかかな。うん。やっぱ大きいわね。四日中気になってくるんだったらの、そのままありがたいところだけど。はい。あ、ほー。
お客様にお願いしてくださいお客様のお仕込みは禁止されております。お客様の近くに不審なポスなどございましたらお手数ですが乗務員または駅係員までお知らせください。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。お年寄りやお体の不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様に席をお譲りいただきますようご協力をお願いいたします。車内で迷惑行為を受けたり見かけられた時や不審な荷物を発見された場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また緊急を要する場合には車内の SOS 装置のある非常ボタンを押して乗務員にお知らせください。車内は禁煙です。